はい、ということで今回は悪魔の実1万個集めるまで終われません。やっていきましょう。パチパチパチ。まあまあまあ、我々といえば、まあ、プロフルやり込みました。我々といえば耐久企画ですね。今回はミームCなんですけれども、ミームCでもやはり我々はまあいろいろ検証していきたいと、みんなが真似できないようなことがしたいということで、今回思いついたのが悪魔の実を1万個集めてもらいます。あ、これガチだよ、みんなガチだよ。何黙り込んでるの、何後ろ向いてんのお前。うん、なやこの犬お前。うん、犬になってるけどな頭。もう11時やてって。ルール説明します。今から皆さんにはひたすらお金を貯めて悪魔の実を引きまくってもらいます。で、ここにもうどん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 悪魔の実をダダダダダダダって置いていく。それがまあ大体1万個ぐらいになるまで引き続けると。悪魔の実のタワー作ろうぜ。1万個ぐらい集めて、それでまあどうなるのか。これの終了条件は、悪魔の実が1万個貯まる、おはサバが落ちる、2つどっちかで終わります企画は、ということです。海洋でできたら教えて。多分ここで出てくるよね。ほら、海洋があと8分で出るから、出てきたらみんなで倒しに行く。まあそれ以外の人はひたすら引き続ける、クエストとか受けてお金を貯めるというような感じになっています。で、俺の声聞いてて別サバでやってる人、仮に別サバで悪魔の実いっぱい買いましたよって人はいたら、ディスコードでメンションして教えると。はい、っていう感じでひたすら悪魔の実を置いていくということで、果たして皆さんどういう感じになるのか、前代未聞の企画、気になった人はチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。はい、ということでじゃあやっていきましょうか。パルチザンやらなくていいんだよ、パルチザンとか。お前、はい、手持ちに持ってるやつを一回置いてみるね。はい、ここら辺にみんな置いてって、とりあえず。なるほどね、これ悪魔の実の上に悪魔の実が置けるんだ。でもこれ近すぎてもダメだよみんな。なんかまずこれ土台作りじゃね、ちゃんと。これ土台ちゃんと作ってからと崩れるよ、これ。なるべく綺麗に置いてってね、綺麗に。あ、いいね。置けるね。無理があるだろう。タワー作るっていうのが目的じゃないからね。1万個悪魔の実を集めるのが目的なので、こうやってピラミッドができます。そうなんだ。じゃあ、カサ君、数える担当。カサ君、全部数えて。よろしくね、悪魔の実の数。落ちてる悪魔の実数えるの、カサ君担当ね。何も知らない動画派入れて拾わせたい。それ先般だよ。スポーチ店や、ここ。ああ、なるほどね。何も知らない動画が入った瞬間、クソ先般みたいな感じ。ダメじゃん、これ。終わるやん、これ。まあ、いや、とりあえずやっていくよ、みんな。お前ら、サボってられる、どんどんか、あ、引きまくれ、お前、こら。はい、僕も引きます、どんどん。はい、もう、どんどん引いていく、どんどん引いていく。引いておいていくよ。カサ君、今何個ぐらい？カサ君、数えてってね。もう数える担当、カサ君だから。ね。ラッキー、みんな、闇食おう。レアなやつは食うわ、俺。おい、ナオくん、チャレンジすんだって。な、悪魔の実のジャンプいらないの。落ちた時に拾っちゃうじゃん。いらないの。はい、もうガンガン置いていきますよ、皆さん。俺は塔にしたいんだよ。じゃあ、しろよ、頑張って。な、今んとこさ、ラグくもないよね、特にね。ブロックスブルーツじゃ考えられないよね。プロフルって1時間に1回ぐらいだっけ？じゃないと悪魔の実が引けないみたいなルールがあったので、まあどうしても限界があったんですけれども、このゲームはね、お金が許す限り、何回でも引いていいと、はい、いうルールがありますので、はい、ひたすらにこんな感じができるわけですね。やばいね、これ。景色めっちゃいいね。ちなみにさ、動画班、これどんぐらいかかると思う？1個の悪魔の実を置くのにどのぐらいかかるのかじゃない？計算していかないといけなくない？あ、バックスペースで置けるんだって。1回1回選択しなくても、ほら、バックスペースで置ける。あ、あ、あ、あ。ここに突進したい、発作れそう、そろそろ。ダメだよ、みんな。カサク今何個ぐらい溜まった？これ。カサクとゲコくんで数えて。数える係、あなたたち、よろしく。どんぐらいあるんだ？ 100 はあるんじゃない？多分。みんな、まだまだだよ、まだまだ。あー、もう拾っちゃう！ねえ。なんか、ドミノみたいな感じで拾っちゃうんだけど。ゲコくん、ほんとに数えちゃうから、数えてほしいんや。ほんとに。いい落とし方があるから、一回拾っていいか。あ、いいよ、ナオくん。何？あ、拾ってる、ナオくんが。はい、何？なんかさ、ラグくない？ナオくんがそこ通るだけでもラグそうだよ。はい、ナオくん拾ってます。なんか気持ちよさそうだね、拾うの。何？どういうこと？落とし方って。あー、そういうこと？みんな、これよくない？これ。みんな、今からこれ拾ってやらない？ほら、こうすれば間違えることないよね。ほら。ほら、めっちゃいいじゃん、これ。
ほら、よくないこれ。よし、みんな、拾え拾え、許可する許可する。クリプトジャムさん、わーって言ってよ、わーって。あ、いいですね。不思議な光景。動画案がみんななんかさ、あの、悪魔の実を落としてるっていう。おい、誰だ俺に投げてるの誰や、ナオくんに投げるな、下に落とす。ちょ、俺気持ちいい気持ちになっていい？気持ちいい。はい、全部拾いました。いいね。これは気持ちいい気持ちになれますな。いや、気分がいいですよ、これ。で、あ、半角全角だ、みんな。置いていくわ、どんどん。はいはいはい。置いていきます。なんかみんなスローモーションになってきてない？なんか、ちょっとカクついてきたって、あれ？みんな、もう怪しいの？ね、一番コーク前から怪しくない？なんかさ、みんなもう怪しい、怪しい。遅いぞ、なんか。デスゲームの始まりだぜって。はい、皆さん、やってきましたよ。やってきましたよ、これ。見たことあるか？ミーム海賊団じゃないと、こういう企画は取れません。さあ、みんな、じゃあ、どんどん買っていこう、買っていこう。さあ、猫チキちゃん、どんどん買って、あんたも。さあ、他動画派も買え、どんどん。さあ、買ったやつは、すべて上から落とします。はい。どう、動画派、今んとこ。限界ではない、まだ。余裕？まだ余裕？みんな。10回しか買ってないのになくならない。なんでや。なるそんなことが起きとんねん、マジで。あ、海王出たらってみんな。ちょ、一回海王倒しに行こう。誰か運転。お金は貯めよう、お金はちゃんと。で、1割残しといて、俺のために。俺が1割削った後がいいかもね。皆さん、あの、レベル上げとかお金がないと結局ね、引けないのでね、ガチャが。で、この海王、このミームビーストってやつが一番お金が貯めやすいやつです。はい。なので、ここに来て、よし、倒そう。よし、ダメージ与えるで。ボンボンボン。ボンボンボン。うん、強くね？ミームビースト強すぎんか？倒せる気配ないんですけど。ちょ、スタッツ振り分けるか、みんな。パワーに全振り。はい、行きましょう。さあ、ここで与えていきましょうか？攻撃しなくていいよ、動画。ボンボンボン。さあ、1割与えれるかな？ちゃんと。もうダメ？は？え、誰先般かましたの？ここにいる奴ら。え、なんでそんな、まだ間に合う、ほんと？行こう行こう行こう。犬を召喚してるから攻撃、誰だ犬？あ、はい、終わりましたね。報酬なし、俺も報酬なし。犬の人誰ですか？犬の悪魔の実の人。はい。さ、かさくん先般かー。なるほどね。じゃあみんな、まあ、とりあえず、まあ、後でね、処罰は考えるとして、メラレラに代わって犬が禁止か。そうだよね。召喚はしてません。じゃあ誰なの？となると都市伝説。誰や、じゃあ。うん、じゃあ誰がやったんや、マジで。もう、わからんやろうが。みんな、まあ、とりあえず、まあ、継続していこう。みんな、次は残してね、1割。俺、レベル上げんといかんのやから、俺。さあ、もう、大量に買いましょう、皆さん。もう、一気に買うわ、いっぱい。こんな感じでも買いまくります、一旦。身の近く、やばい、ほんと？あー、なんかちょっとカクつく。ちょっとカクつくけど、はい、リリチ用のパソコン。かなり優秀なパソコンなので、まだ余裕です。はい。まあ余裕。まあまあ言うてだよね。なんか身が落ちる速度は遅いんすよ、ほら。けど、まあまだ余裕だね。余裕余裕。スマホが熱い。あー、スマホ勢やばいんだ。さほどもどんどんやれよ、どんどん。あ、ニッチャも来た。ニッチャもいいぞ。やれよ。さあ、みんな買いまくるぞ。もう悪魔の実を買いまくる、ひたすら。俺の右手が何？ん？何言ってんだ？中二病が、中二病かな。クエスト受けて金貯めよう、クエスト。みんな、俺もさ、お金ちょっと減ってきたわ。ダチと重くなってきましたね。え、弟が動けなくなってる？え？もうダメなの？弟くん。弟くん終わった？あ、爆で？あ、いた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 。生き返った、オッケーオッケーオッケー。クロちゃん、これ何個ぐらいあると思う？これ。結構悪くない？ざっと1000。1000はあるんじゃない？もうだってみんなでずっとやってんだよ、今。今、開始から15分ぐらいでこれぐらいだからね。ちょっとさ、ニットさんおいで。ちょっと一緒にレベル上げよう。あ、ユウもいるじゃん。レベル上げるかつみんな、あの、お金貯めます、皆さん。オッケー。ユウさん、こんな感じでちょっとお金貯めます、ちょっと。みんなあれなんですよね。僕あの、レベルも上げないといけないからね、普通に。てか、動画班どうです？ミームシー。まあ、ある程度レベルまでやり込んでると思うんですけど、ブロフルと比較してどうなの、みんな。感想欲しいよね。ここまである程度やり込んで。いや、まださ、やっぱ視聴者の中だったら、え、ブロフルじゃないのかみたいな思ってる人いるかもしんないんだけど、
プロフルより脳していける。あ、それはどういうこと？レベル上げっていう観点で？なんかレベル上げしやすいよね、確かにね。ニットが俺に抱きついてくる？どういうことにいっちゃう？どんなバグよって。まあなんかそういうバグがミームシーンには存在するのかな？俺にはわかんねえけど、なんかそういうバグがあるっぽいです、皆さん。はい。誰かに吸い付く？もうバグなんかな？茶色い猫の隣にいる。え、弟くんじゃないのそれ。ねえ。もうわかんないけど。いや、普通にね、みんなね、これおもろいぞ。ブロフルやってる人からしても、全く何もすることがないってわけじゃないの。ちゃんとなんかやり込む要素みたいなのもちゃんとあって、かつあの低確率のアイテムみたいなコレクト要素あったりとかする。で、プラスこのゲームって課金？例えばブロフルってさ、悪魔の実の永久買うのすごい高いじゃん。だけどこのゲームまず課金が全部10ロバで買えたりとか、しちゃう。運営全然稼ぎ気ないよね、みたいな。稼ぎに行くんだったらさ、値段上げた方がいいじゃん。だけど全然なんかそういう感じにしないよね。動画版ね、ジムでも買えるし、みたいな。めちゃめちゃ良心的なんだよね、値段設定が全部。ってのがあって、ありがたいなーってのは感じるね、普通に。ゆう、今何レベー？ゆうくんは多分今日始めました。ゆうくん今日始めた。今日始めてまだ1、2時間ぐらいでしょ？でも665とかだよ。だから比較的追いつきやすいっていう。初心者でも全然、やり込んでるプレイヤーに追いつけるみたいな、メリットがあるので、まあかなりいいんじゃないのかなと。で、作り込まれてるしね、普通に。クオリティ申し分ないなーっていう気がしていますね。はい。まあ、視聴者は逆にどういう判断するのコメント欄に書いてほしいけどね。なんか、ラグくない？動画版、どう？なんか俺戦ってるちょっとラグいんだけど、どう？さ、お金も黙ってきましたね。ラグいよね、なんかね。とりあえずさ、これ倒したらちょっと、私めは次、また悪魔の実引いていきますか、お金貯まったんで。身の挙動がおかしくなってる、ほんと？さ、どうなって、え？ちょっと待って、これ何これ？やばくない？これ。何個あるんこれ。はい、動画班が引きまくっています。一応ここまでのスクショ撮りましょうか。やっば！ 1000 は絶対あるから、2、3000ぐらいかな。1万はまだないかなっていうイメージですね。え、これどうなってんのこれ。じゃあ皆さん僕も買っていきましょう。表示バグで、うん、何？俺の右手が燃えてる。ちょっとスクショスクショ。サーコッパイセン、ラグすぎてバグったみたいです。はい。もう完全に腕が燃えてるらしい。なんか明らかにおかしなバグが今出てきましたね、皆さん。何個ぐらいあるんだろうね、今。ここにバリバリの技を使いたい。どんな技？バリバリの技って。あー、シールドね。どうなの？シールド貼ったら。あー、かっこよくない？シールド置いたら。なんかちょっと映えるね。映える。ほら、映える、映える。あれ？弟くん？弟くん？なんでひっつくんや、お前。動くな。なおくん助けて。弟くんに取り憑かれた。この視点普通なんだけど。は？弟くん動いてみて。俺の画面はいない。え？どういうこと？なんか弟くんがいるんだよ、みんな。弟くんに抱きつかれた。え？なにこれ？降りれた。出た。あ、解放された。なんなの、マジで。やばいぞ、みんな、バグってきたぞ。おかしくなってきた、明らかに。よし、みんな、引きまくれ。落とすぞ、サバ。もう1万個以上集めんぞ、もうこれ。限界まで。俺らさ、プロフル海賊団解散したじゃん。まあ、理由があるんですよ、皆さん。なんでプロフルやらないのかって。アップデが入らないから、これに尽きるんですよ。プロフルのアップデが入ったらさ、そりゃ盛り上がるじゃん。やし、動画のネタも出てくる。だからこそ我々ってずっと動画上げてたんだけど、アップデが入らない以上やることがなくなったんですよね。テロがあってやってなかったんだけど、動画班どう思う？ブロフルのアップデ。なんかさ、公式のツイッターかなんかでは、ブロフルはまだクリスマス気分やれって、え？そうなの？そうだもんね。狐の悪魔の実が入った以降、アップデ入ってないもんね。確かに。動画班予想しよう。いつ入ると思う？アップデ。ブロフルのアップで次いつ入るか予想してみて。どう思う？来月、お。冬、お。なんで？かんってないよ、お前。じゃあ何のアップデが入ると思う？年末アップデと見せかけて新作最高。なに？ブロックスフルーツ回みたいな続編ってこと？ブロフルの続編出る最高じゃない？また一から色々やれるみたいな。ダサい。俺が今考えたんじゃ、今。適当に。ダサくてもいいだろうか、お前。ブロックスフルーツ99。ブロックスフルーツ0。あー、出てくれるかな？出てくれるんだったら俺嬉しいけどね。やり込むけどね。
一番メタなゲームになるよね、それね。え、逆にさ、最近入ったさ、シャルネとかさ、そこら辺ってブロフルやってんの？新人組ってどうなの、ブロフル。やったことある？やってないわけないだろ。お、そうなの？シャルネどうなの？やってた、セカンド C まで。そうなんだよね。シャルネはあれらしいよ。この前、大阪でイベントがあった。皆さん、東京イベントのチケット多分、買えるかな？この動画の時終わってるかもしんないからあれなんですけど、大阪イベントの前日かなんかに、みんなで飯行ったんですよ、動画と。その時、シャルちゃんさん話してて、ブロフルやってて、誰とやってたんだっけ、シャルちゃん。同い年の女の子の友達、リア友3人とブロフルやってたんだって。だから、毎日ブロフル女子会みたいな。あ、いや、違う。あ、全員男、リア友3人とブロフルだよ。22歳がやってんの、あれってどういうことシャルね、あんた。楽しそうでいいねって、男側がキャリーするんでしょ？シャルちゃん、これあげるよとかアピールだよ。もうシャルロットちゃんの取り合いですよ。これはもう、ねえ。荒野行動？私がキャリーしてた。あ、逆に？ヒメプしなかった？もう逆にもう男の子に見せるんだね。もう私のプレイを見ろと。私のそのかっこいいプレイ見ろと、モテモテだね。どうしたるちゃん、ブロフルかなんかで声かけられなかった？大丈夫？ブロフルでナンパ合わなかった？大丈夫？いや、ブロフル結構発情してる男いるじゃん。うん。エペしてますか？ねえ、いるかもしれない、ゴリユキみたいな。あ、よかった、ないんだ。よかった。よかった、平和でよかったね、シャルねえね、ほんとにね。あとみんな、俺の腕にあるやつ何？腕になんか俺ついてんだけど見える？俺だけ？見えん。ああ。なんかね、モアイ像とフロッパーが混ざった手みたいな感じになってんだよね。夢と希望、俺夢と希望を掴んでんのか、これ。今、この中に落ちて死にかけた？やめろって、だから。飛び降りんなって、お前めんどくせえから、な。みんな、なんかみんな落ちてないよ、ミオ。落とせ、どんどん。勝手に前進しちゃうらしい。あ、今こんな感じです、皆さん。もうお金がないなって、みんな。え、あれは変えようは変えよう。あと12分だ。ドガーン、ちょっとクエスト。金ため行け、金ため。なくなったやつから金ため。俺も金ため行くわ、みんな。世界がゆっくりになってる。マジか。ゆっくり落ちる身を見ながら寝れる。あれと一緒でしょ？なんか焚き火かなんかの映像を、見ながら寝るみたいなのあるよね。なんかそれと一緒か。もう半分 ASMR みたいな感じになっちゃうのかな。え、動画は今何個ぐらい悪魔の実ありそう？雰囲気的に。技が出せん、みんな重くて。計算して誰かって。おい、誰かさ、計算してこれ。何個あんの今。敵も遅いしさ、レベルも上げれねえしよ。どういう状況なんこれ。ほら、全然悪魔の実落ちてないじゃん。ドガハマラ金余裕ある？大丈夫？え、別サバにいるメンバーとかどう？お金貯まったら教えてよ。悪魔の実引きまくったら教えてほしいな。逆にもうメンバー交代して別サバで金貯めて、もう一回マップ入り直すとかがいいかもしれんよね。なおくんタワーできてんじゃん。もう悪魔の実のタワーができてるよ、みんな。あ、ラドくん動ける？あとさ、みんな、あれやってよ。ジャンプして、空から落としてよ。で、この空、ほら、宙に浮いてんだよ、悪魔の実が。ほら。悪魔の実アート作ろうよ、みんな。空から落下させれば、宙、ほら。雨のように落ちていくぞ、ゆっくりと。芸術やん。俺らでさ、もう芸術作品作ろう、もうこれ。はい、ラドくん、来たね。ラドくん、悪魔の実置いてって、どんどん、ほら。もう多分もう、1万あんじゃねこれ。もう当初の目的の1万達成してそう。ほらみんなそう、上から落とすの上から。それに落ちたら終わりだか、映画のなんか宣伝みたいだね。ほら、いいね。ほらみんな、悪魔の実が宙に浮き出したよ。大きすぎて。重すぎてやばい。ラドンくんのスマホ持つかな？やば。あば、落ちる。危ない。今俺落ちかけた今。前に進めない、もう。悪魔の実を引きすぎて、前に進めなくなっちゃった。ダメだ、もう直進ができない。今ここに、何？もちもちが落ちてった。はい。拾いに行くか行かないか。じゃあ最後はですね、ラスト行こう。ラスト。やめとけ、代償がでかいぞって。サーコ、お前やめとけ、今行くとお前は死ぬぞ。いいのか、お前の大事なスマホとかパソコンが壊れていいのか、お前の大事な、見ろ。もうやばいことになってんぞ、マジで。もう世も末だよ、ほんとに。PC が熱でもちもちなるでーって。みんな、ちょっとさ、周りに転がってるやつ拾ってくんない？ほら。周りのやつをもっとさ、中心に寄せようぜ。周りに外側のやつをね。それぐらいはさすがに拾えるでしょ。そう、綺麗にして整えて、もっと。で、落とせるやつは落としてけ、どんどん。
定期的に撮る。はい、皆さん今こんな感じです。もう多分ね1万はあるんじゃないんかな。ねえ、身が浮いてて俺のとこに帰ってくるだって。で弟くんもうなんかおかしいことになっとるわ。うん、弟くんのなんやっていうね、もうなんか文字が出来上がっとるやんみたいな感じですね。もうおかしくなってますね。ここに餅があって、サゴバセどうした、お前の大事な餅はどこにいる、どこだサゴバセ、こっからここから見えんのかお前の餅。あれか、あれが3号の餅か、目の前の。どうするサゴバセ、お前救出作戦行く、任せろって、行ける3号ナオくんが呼んでるよ、確率上げてあげるよ。おナオくんがなんかしてくれるって、サンゴバイセン見とこうぜ。あとみんな俺も走るたんびに地震が起きるようになっちゃった。うん、餅追加ありまーす。きたー、落としてよナオくん、なんか早く落として、餅落ちてないよ。こいつ遅いぞーって、全然落ちない、ほら全然落ちないじゃん。あ、サンゴバイセンナイス、はい、ちゃんとね、回収できたみたいです。素晴らしい。動画案これ、こんなもんにしとく？じゃあ。もうこれが限界点なんじゃないの？まだいける？じゃあ、サゴバセ、こっちおいで。じゃあ、全員で、今から、真ん中に突っ込もう。全回収。最後になんかあんじゃん、手掴みで掴んだやつ全部あげるよってやつ。それやろう、みんなで。今からみんなで、真ん中に突っ込む。せーので。はい。じゃあ、動画お疲れ様でした。約1時間ぐらいですね。やって、多分ね、1万はあるでしょう。好きな悪魔の実をあげたいかなと思います。はい、じゃあみんな行くよ。3、2、1、飛び降りろー、行けー。あ、動画班大丈夫か、なんかその場で走ってんだけどみんな。減ってる減ってる。何が起こってんだこれ、みんな。何が起きてんの、動画班チャットして。大丈夫？あーって。なんか、あ、軽くなった、軽くなった、ちょっと。あ、軽い、軽い、軽い。はい、皆さん、でもこれ全て悪魔の実ですからね、これ。うん。これ全部悪魔の実だよ。やばくない？はい、皆さん、自由に回収してください。軽い、軽い。軽い。スタッフが美味しくいただきました。はい、皆さん、どう？当たった？ちゃんと、自分の好きなやつ。いいやつ当たったね。ほら、餅とか当たった。素晴らしい。赤が1個もない。はい、0.4% のやつは、ほとんどの人が持ってないみたいですね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、私め悪魔の実を大量に置きました。多分1万以上、置きましたね。ちょうど買いよう。ということなんで、まあ、じゃあ最後に買いを倒そうか、みんな。みんな手に入れた悪魔の実で買いを倒しに行こう。いたいた。ちょっと待って、俺が1割与えるわ、じゃあ。さあ皆さん、今回ね、大量の、悪魔の実で、手に入れたやつ使って、もう いろんなね、技使ってください。私めがまず1割。100万だから10万与えていかんのかな？なんかさ、すげえ軽く感じるんだけど、みんな。ねえ。イルの分身出すだよ。そうだよ。あ、来たー！はい、倒せたー！あと、なんちゃらキューブってやつも手に入れた。はい、以上な感じで悪魔の実を大量に集めて、全員最強になったところで、まあ、次回ね。もしかしたら、もう全員、ハエ縛りと、海賊団を作ってないじゃん、動画班。海賊団ができない。私めの海賊団にいる限りは、もう全員、空を飛ぶだけ、フライ、オンリー、みたいな感じに多分、なるんじゃないんでしょうか。次回、海を美で埋めてみた！やりてー！やりてー！生配信とかでするか？はい、皆さん、こういう、そういうのやってほしいと思った人は、よければチャンネル登録と高評価を、していただけると嬉しいです。はい、ということで今日の動画終わりです。皆さんお疲れ様でした。